それでは竹刀の作り方を説明していきます。その前に材料です。特賞ビーズ白30個、竹ビーズ2分竹アイボリー16個、丸大ビーズ白4個、チェーンロジウムカラーお好きな長さ、今回はこのようなチェーンを用意してみました。カニ缶付きストラップ金具ロジウムカラー1個、丸缶 1×0.6mm ロジウムカラー2個、 T ピン 0.7×45mm ロジウムカラーが1本、テグス2号つばに 50cm、 つるに 30cm が4本。はじめにつばの部分を作っていきます。本当は特賞で作るんですけれども、特賞だと見にくいので分かりやすく丸賞の方で作っていきます。まずテグス50センチに特賞ビーズを6個入れて6個目で交差します。右のテグスに特賞を4個入れて4個目で交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾い、右のテグスに特賞を新たに3つ入れて3つ目で交差します。今のと同じことをあと3回繰り返します。左のテグスで隣のビーズ1個とその左上にあるビーズを1個拾って、右のテグスに特賞を2つ入れて交差します。次に隙間を6箇所埋めていきます。テグスに特賞を1つ入れたら隣のビーズを2つ拾います。これをどんどん繰り返していくわけです。最後の一つを入れたらテグスを結んで処理します。両隣のビーズ3つか4つに通してからテグスをカットしてください。これでつばが出来上がりました。次につるを作ります。テグス30センチに竹ビーズを2個入れて2個目で交差します。
次に竹ビーズ1個でテグスを交差します。これをもう一度繰り返します。そして一番最初に入れた竹ビーズで両方のテグスを交差させます。こんな形になっていれば OK です。片方のテグスを隣の竹ビーズに通してテグスを結んで処理します。これを全部で4個作ります。 Tピンに丸大ビーズの白を3つ、つば、竹ビーズのパーツ、丸大ビーズの順に入れていきます。つばは入れる方向に注意してくださいね。パーツをすべて入れ終えたら、ピン先を直角に曲げます。そして丸やっとこで丸めます。これで竹刀の出来上がりです。今回はこちらのチェーンを使っていきます。だいたい4つか5つぐらいですかね。そのぐらいを使って、まずこの1つをですね、切って外します。でもこの切ったやつは使えないので処分してください。そして面と竹刀それぞれを丸カンでチェーンに取り付けます。竹刀を取り付ける位置はだいたい面の上から3つか4つぐらいの輪っかのところに通すとバランスがいいと思います。そしてストラップ金具を取り付けたら、剣道の面と竹刀のストラップの完成です。いかがでしたか？かなり細かい作業ではありましたが、竹ビーズを効果的に使ってとても面白い作品になったのではないかなと自画自賛しています。4回にわたってお送りしてきましたスポーツの秋特集ですが、作ってみたいと思った作品はありましたか？
スポーツ特集はまた別の形でお送りできたらいいなと思っておりますので、もし作ってほしいなと思うものがありましたら、コメント欄からリクエストしてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、Twitter では毎朝おすすめの動画をツイートしていますので、こちらもぜひフォローしてみてください。それではまた次の作品でお会いしましょう。お疲れ様でした。